こんにちは、シャイニージムです。皆さんのおかげで無事にコンテスト終わることができました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。でそこでですね、今日は、そのコンテストに向けてその自分がどのように調整してきたかっていうレポートを、作ったので、ちょっとご報告させていただきたいと思います。でこのダイエット期間っていうのは増量期も含めて166日間の記録を取っているので、まあ、それをみんなで共有していきたいということで、発表していきたいと思います。まずですね、まあ、増量期があって減量期があってコンテストっていうのが、まあ、普通の体を作る人の、調整なんですけど、それは全部含めて、食事の調整で今日は話していくので、まあ、ダイエットって痩せることだけじゃなくて食べることそのもののことを指すので、まあ、これ全部含めてダイエット記録ということで説明していきます。まあ、先ほど言ったようにあくまでもね、ダイエットのレポートなので筋トレの情報ではありません。で結局僕がいつも行き着く結論としては、まあ、減量にしても増量にしても結局トレーニングは全てなんです。なんだけどコンディション作りっていうのはやっぱり食事が大きいので、まあ、そこだけちょっと参考にして聞いていただければなというふうに思います。でまずですね、増量中の過ごし方、まあ、これは自分の中で体を作る時期というふうに考えているんですけど、去年の9月の27日から去年の12月12日までの77日間を自分は増量期に当てました。で実際 76.8 キロから、83.9 キロで、体重は 7.1 キロ、増量したことになります、この期間で。その時の食べていたメニューなんですけど、まあ、テーマとしては1日で5食違う栄養素をなるべく取ろうというふうに考えて食事を組んでました。まあ、朝は手羽元根菜とかね、で間食に卵かぼちゃで、昼飯にレバーししゃも米、卵3個間食に食べてプロテイン40取って、で夜に、豚肉と根菜、まあ、基本煮物とプロテインとなんか卵みたいな感じで1日食べてました。でなんかそれでも足りない時はプロテインを23時に達したりとかしながらゆっくりこう体重を増やしていった感じになります。基本的には毎日同じものを食べ続けてました。でこれが増量期の数値的なものなんですけど、まあ、9月27日から12月22日までかけてね、ゆっくり、体重を伸ばしていくんですけど、体重を伸ばすというよりは強度を上げる期間なんですよね。強度が上がって、体重が増えてればいいんですけど、体重だけ増えちゃうと結局太るだけなので、トレーニング強度を上げるつもりで食べたっていうようなイメージですね。でこれを細かく説明すると、もうこれが、まあ、パッと見てね、どんな感じで増えていったのかっていうのは分かんないと思うんで、実際にこう、まあ、Excel で表にしたものになるんですけど、これがまあ体重ですね。実際にはこの9月28日から記録してるんですけど、こう分かる、ゆっくり伸びてるでしょ。でこの黒い線は朝の体重、赤い線は夜の体重になってます。でこうやって毎日こうやって測っていくと分かるんだけど、まあ、ずっと伸びてるわけじゃないじゃん、うん、停滞してはでも下がる時期もあるからこれ、うん、下がってもまた下がっちゃったっつってまた伸ばしたりしてるわけなんですよね。でこれが12月の12日まで続いていると。だからピークがだいたい、なんかずっと上げ続けてもダメなんだよね、脂肪が乗りすぎちゃうから。だから上がったり下がったりを調整しながらやっていると。でそれはこのカロリーの調整でやってたって感じですね。カロリーも分かる、この3000食ったり4000食ったりしながら体重をコントロールしていくと。ただこれとは別軸でしっかりトレーニング強度を上げるっていう意識で全てはやっていってるわけなんですよね。だから両方の軸で見るとこんな感じ、うん、上がってる時はカロリー上げてないじゃん、うん、で下がった時だけカロリー上げてんのよ。こうやってやっていくと脂肪が余計につかずに増量できるよっていうことですね。で食べてたものはさっき言ったメニューです、食事メニューです。まあ、これが自分の増量期間です。でこの時12月12日のちょっとコンディションを見せようと思うんですけど、 83.9 キロの時ね、一番奥ででかい時、
こんな感じでめちゃめちゃ乗ってんだよ、ね、自分の中ではバキバキですけど、うん、でも今までで多分最大のデカさになったと思う、この時は、うん、でこの時やっぱ一番力も強かったです、うんうん、なんか何やっても上がるっていう、ただあのトレーニングがきついね、逆にできちゃうから、うんうん、いつもよりできるからこそ、まあ、きついっていう時期だね、とにかくなんかすげえパワー出たなっていう感じの時期ですね。そこまでトレイン強度上げられたのも今回が初めてだったんで、あのまあ飯のおかげというよりはもう本当にがっつりトレーニングメニュー変えたりとかして、あのフォームも修正してやったからこそ、まあそれが実現できたっていう感じですね。この状態がオフでの最大体重の時のコンディションです。で良かった点、増量期の良かった点としては、まあ、いっぱい栄養素を取ることができたということですね。あとは、間食を入れることで、あのぜなんか消化がちょっと楽なんですよね。5食全部がっつりだともう消化できなくてきつかったんですけど、今回は2食間食に回したことによって、まあ、無駄な贅肉もそんなにつかずに内臓も楽な状態だから本当にお腹が楽で、なんかお腹苦しいと呼吸も乱れるのよ、圧迫されて肺が、そういうのはなかったっていうのは良かったです。あとはそのおかげでトレーニングが向上できたっていうのもありますね。肺が圧迫されるとやっぱ呼吸が乱れるから筋トレに影響出るんだよね。要はなんか息がしっかり吸えないとか吐けないっていうになってくるん でそうするとまあ体重だけ伸びて強度下がるってことになるんで、まあ、それはなかったっていう感じですね。で悪かった点としては脂質が極端にちょっと取れてなかったっていうことが悪かった点かなというふうに今思ってますので、今はあの奥に入ってからはくるみで脂質を取るようにしてます。まあ、こういうところで、次にまたどうしようかなっていうねあれが出てくるので、少しずつ改善していく、まあ、余地はまだあるのかなっていう感じですね。で増量期にはタンパク質がすごい必要だなというふうに感じました。なので、まあ、プロテインすごい取ってました。で奥の時っていうのはさっき言ったようにトレーニング強度を上げられる時期なんで、よりタンパク質が必要になるわけなんです。なので、プロテインを取ると。でこれをなんか栄養をたくさん取りたいからってレバーとか豚とかで取ると食い切れなくなってくるんですよ、うん、そういう時に初めて補助食品としてプロテインパウダーを取るっていう感じですね。まあ、自分の場合はもう本当に無添加のただのホエイパウダーを取ってます。オフにこそやっぱり取るべきかなという感じましたね。あとは今回クレアチンを取りました。オフからクレアチンをかなり取ってたんで、これは良かったですね。でクレアチンの効果としてよく謳われているのが、筋肉に水分を貯める効果がある、あと筋力を向上する効果があるっていうのがあるんですけど、この2つもろあの自分の体に出たので、これはもう合うなと思って減量末期までこれずっと取ってました。これおすすめです。まあ、人によって合わない人もいるんで、もちろん自分の場合はすごい良かったので今も取ってます。であとここから減量期ですね、脂肪を落とす時期っていうなってきます。でこれは12月の、まあ、去年の12月の13日から、コンテストの3月10日まで89日間やったわけなんですね。増量期が77日間で減量期間が89日っていう感じになります。でこの時は 83.9 キロから、80キロぐらいですね、4.2 キロぐらいの減量をしたっていう感じになります。まあ、約これぐらいの減量って感じです。で、食事メニューはもうこの3つだけです。鶏むね MCT よりタイ米、あとは卵を食ったり食わなかったり、まあ、1個食うか食わなかったりって感じだね。基本これだけ、これだけで減量してきます自分は。で基本的なカロリー設定としては2400から2800キロカロリーですね。でこれを5食に分けて食べるという。で PFC バランスはちょっとあのその日その日によって変えてるところもあるのでちょっと発表できないんですけど、こんな感じの PFC バランス抜きで考えると、まあ2400から2800ぐらいのカロリーでやってきましたと。でこれ12月13日から始めたんですけど、最初ちょっと3000で落ちるかどうか様子見ようと思ったんですよね。なんでこの期間っていうのは3000キロカロリーでやってみたんですけど、これちょっと必要なかったなって今考えてます。なんでやるなら最初から2400とかでバッて組んじゃった方がいいなっていうふうに感じました。でもしやるなら1週間ぐらいで十分かなっていうふうに思いましたね。でそれなぜかっていうと、まず栄養を切らないと体っていうのは脂肪を使おうと思わないんですよね。例えば1日の摂取カロリーがあるじゃん。で筋トレをたくさんやってる人がいるとするじゃん。そうするとまず最初に消耗するわけよ。で消耗すると筋肉とか肝臓のエネルギーがなくなるの、うん、そうするとそこから脂肪が減っていくわけよ。だからカロリーを最初に
ゆるーくダイエットしてるとなかなかこの第二段階である肝臓とか筋肉の要はグリコーゲンがなくならないから脂肪を使わなくなっちゃうわけです。でこの期間っていうのはなるべく早く入った方がいいから、まあ、最初から枯渇させていくっていうのは重要かなというふうに思いました。これは結構うまくいった要因の一つでもあります。でここがスタートダッシュを決めようとした時期ですね。これじゃダメだっていうこと でこの期間っていうのはちょっと良くなかったんですよね。っていうのも油を 20g しか取ってなかったことによって筋トレの力がかなり落ちちゃった。で体重もめちゃめちゃ落ちすぎちゃった。で体に明らかに張りがなくなっちゃった時期になります。で この時はもう正直失敗してます、うん、大失敗です。この期間っていうのはでこの1月12日のコンディションをちょっと今撮ってるんで見てほしいんですけど、減量前の体覚えてる、うんはい、あの体から、まあ、31日にしちゃって 80.4 キロ落ちまくってるんだよね。あんま変わってないのよ正直。体重が落ちた割には普通3点何キロ落ちたら結構絞れて見えるはずなんだけど筋肉がしぼんじゃってるから全然ダメなんだよね、うん、これはちょっともう失敗したなって思ってダメだこれっていう感じで食事を変えるきっかけになった、まあ、あの映像ではあるんですけど、まあ、なんかただしぼんだだけ、うん、なんかその体脂肪率がそのまましぼんだみたいな感じの状態になっちゃいましたと。でこれを感じたのは要は減量に対して、まあ、3点何キロ減ったのに対して変化率が低すぎたなっていう。普通 3.4 キロ脂肪だけで落ちたら相当絞れてるから、なのにまあああいう状態だっていうことでまずミスってるなっていうふうにすぐ気づけたってことですね。あとはもう筋トレの調子が明らかに悪いです。でその時の対処法として考えられる方法が PAC バランスが悪かった、まあ要は脂質が少なすぎたわけでね今回の場合は。あとはカロリーが少なすぎた、この1か2のどっちかだと思うんですよね大体。で自分の場合は1と2両方調整したんですよ。それによって体に張りと筋力が戻ったんですね。でさっきまでの時期は失敗してるんですけど、まあ、ここから改善していこうということで。で自分が体験した意見なのでこれは人によって違うかもしれないですけど、まずタンパク質っていうのは新陳代謝に影響します。爪が伸びたり髪が伸びたりそういったものに影響しますね。で炭水化物はもう純粋に筋力うわって上げる時の力になる。で脂質っていうのは筋肉の張り、形状ですね。この形状を維持するために脂質が必要っていうふうに気づいたわけですね、この期間に。で、不足するとタンパク質の場合はあんまり分かんないです。爪が、髪が伸びないぐらいなもんですね。で、炭水化物っていうのはすぐに筋肉が張らなくなるとすぐに力が出なくなります。で、脂質抜くと日常的にだるくなるのと筋肉が全く張らなくなるのと血管も出てこなくなります。なので最低限の炭水化物と脂質っていうのをいくら枯渇させようと思ってもある程度確保しなきゃいけないっていうことに気づいたわけですね、この期間、もうしぼんじゃった期間に。で自分が最低限の必要量を、まあ、自分なりに計算したらこれぐらいになったわけです。肉はまあ 600g から 400g でいいと。で米は2合でいい。で油がやっぱり60から50は必要だなっていうのを感じたわけですね。だから 20g しか取ってなかったのに対してやっぱ60、50は必要だなっていうことで、でこれで計2400から2600キロカロリーで組んでいくっていうふうに、調整しました、もうあの日から、うん、でそうしたらどうなったかっていうと、まあ、ここをさっき、ミスしちゃったところからまた1月15日からのこれ経過なんですけど、この期間っていうのはもう油50、60に増やして肉を800に減らしたんですよね。そしたらまず筋トレで力が戻りました。もう一番強かった時ぐらいの力に戻ったと。あと体重も結構増えたんですね。さっき 80.4 キロだったじゃん、はい、もう 81.4 キロまで増えてるから、まあ、1キロ増えたっす。で体に張りも戻りました。で2月9日の、まあ、コンディションがあるんでちょっと見てほしいんですけど、格段に体がね良くなってるんですよ。このぐらいからもう YouTube で上げてるんですけど、明らかにねコンディションが絞れたでしょ。絞れたっていうか1キロ増えて筋肉が張って
皮膚が押し出されてる状態だね、これは。でかく見えますね、うん。まあ、本来これぐらいだったら分かるんだよ、2キロぐらい落ちてこういう状態になるのは分かるんだけど、あのさっきの状態だと 3. 何キロ落ちたのにしぼんでたじゃん、うん、あれが良くないっていうことだね。油が不足するとそれぐらい変わっちゃうってことで、コンディションが。でこの時の体重が 81.4kg、 2月9日のコンディションですね。で、まあ、カロリーを下げる時の調整方法っていうのが、まあ、自分の場合だとやっぱもうタンパク質を下げるってことにこう行き着いたわけです。だから短期間でタンパク質を抜いても、さっき言ったようにただ爪が伸びねえな、髪が伸びねえなぐらいな感じなのよ。たださっき言ったみたいに、そのタンパク質以外のものを抜くと筋力とか筋肉の形状に影響しちゃうんですよね。要は張らない、力出ないってなっちゃうわけですよ。タンパク質減らしても筋肉持ってかれる感じはないんですか？なかったね、うんうん。まあ、もちろん取った方がいいんだけど、減量ってなるとさ、カロリー抜かなきゃいけないじゃん、うん、そういう場合に一番いらないタンパク質から抜いていくって感じ。まあその証拠としては、油 20g に減らしたらああいう仕上がりになっちゃったってことだよね。で 50-60 に戻したらこうなったわけ でその時の肉っていうのはその時に比べたらかなり減ってるから、自分の場合はそれが良かったって感じです。まあ、これ人によりますよ、もちろん、うん、自分の場合細かく毎日コンディションを見ながら食事調整してるから、まあ気づいたことなので、うん。で今回ね、ダイエットがうまくいった要因の一つなんですよ、これ。一番うまくいった要因がタンパク質で調整したっていうのが良かったです。むやみに糖質とかタンパク、脂質を抜かなかったのが良かったっていう感じですね。もうミスったのはもう最初の1ヶ月だけ、うん、あれは本当にミスったけど、あの時ちゃんと取ってれば多分もっと良かったと思うという感じですね。だから最後も肉なんか 400g しか食べてなかったんで、 100g だったら鶏肉1枚ちょっとぐらい、ね、そう、うん。まあ、ずっとこれ1年続けたらダメだけど、まあ、減量中ぐらいは別に筋肉の張りとさ、筋力が重要じゃん。だからそっちを優先するっていう感じですね。でここからまた減量中期に入ってくるんですけど、2月10日から2月24日の感じ、この期間っていうのは、まあ、前回も取り戻してるから力を、だ継続して力が出続けた感じですね。で多分この時体脂肪率 10% 切ったぐらいだと思うんだけど、もう皮膚が筋肉にもうつき始めた、ピタッと、うん、そんでコンディションが格段に良くなっていったっていう感じなんで、あのこの期間は変化率はすごい良かったです。でたまに体重が減りすぎる時があったんだよね、うん、そういう時は餅とか油で夜23時ぐらいにとって体重を調整したって感じですね。あんまり体重が減りすぎないようにしてたって感じ、まあ、81キロ前半後半、まあ、真ん中ぐらいを無理やり維持してた感じですね。コンテスト1ヶ月ぐらい前だから、この時って、だから一気に落としても多分後半バテるなと思ってキープしてましたね。でそのキープするものとして、まあ、餅とか食ってたって感じですね。でこれがその時のコンディションで、減量66日目のコンディションで 81.6kg ですね。さっきとあんま変わんないでしょ。2月16日のコンディションはこんな感じでしたと、うん、まあ 10% ぐらいだよね、体脂肪率が。皮膚にちょっとついたかなぐらい、あの筋肉に皮膚がついたぐらいの感じ。これで 10%、 これで 10% ぐらいだと思う、多分。まあ、普通の人が見たら体脂肪低く見えるんだけど、あのボディービルダー基準で見るとまあ全然甘いんだよね、うん、こんな感じです。まあ普通に絞れて見えるんだけど、これ舞台立っても甘いですね、やっぱり。背中もまあ、うん、バキバキですけどね。こんな感じですね。1ヶ月前ぐらい、ね、うん、っていう感じですね。でさっき言ったみたいに、体重が減りすぎちゃった日はどうやってリカバリー、基準としてどうやってリカバリーしてたかっていうと、まずね、夜の体重を必ず測るようにしてました。夜の体重を見て、だいたい 1.5 キロぐらい減るのよ、最大で。あ、このまま寝たらこれ朝起きたらこれ相当軽くなっちゃってんなって時だけ MCT オイルと餅を200から400キロカロリーだけ足してました。そうすることによって朝起きた時に体重が維持できたっていう感じですね。だもちろんあの夜測って足りてたら一切食わないです。夜は何時ぐらいに測ったんですか？もう寝る直前とか23時とかだね。食べて3時間ぐらい。そう、うん、そこでやっぱり毎回測らないと、水飲んだりしていろいろあるから、全部トイレとかも済ました状態で測るのがコツです、
で、まあこの時っていうのはまあもちろん1ヶ月前だから焦って疲れたくないっていうのもあったんだけど、80キロで仕上げたいっていうあの欲があったわけ、うん、なんでそれも2つ相まって調整してたって感じですね。でこっから後半になってきますね。厳しく絞り込もうっていう決意が自分の中で決意した時期ですね。2月25からもう結構厳しく絞ろうと思ったんですよね。でその時に肉を400まで減らしてカロリーを減らしてきました。だから基本的に2400キロカロリーぐらいだよね。この時は2400入れたり2600入れたりっていう感じでやってた時期ですね。でカロリーを減らすことによって、まあ、どれだけ絞ったらいいのかっていうのを見たくなったっていうのがあります。まあ、体重は別に80切ってもいいやぐらいの感じでやってましたね、この時は。でこの時はもう張りはもうちょっとなくてもいいやってぐらいしました。だから 85% ぐらい筋肉が張ってればもういいでしょう、うん、絞りを優先しましょうっていう状態ですね。でそういう状態から、まあ、3月、そういう状態に入って、まあ、1、2、3、4、5、6、まあ、10日ぐらい経った3月4日のコンディションなんですけど、この時もう 78.8 なんですよ。だいぶ軽くなったでしょ、この少しの期間に、うん、その時にやっぱりね、絞ったがやっぱ良かったなっていうね、自分なりに。全然違うの分かる？全然違いますね、うん、この時多分もうなんだろうな、コンテストコンディションに近づいてきたと思います。だからあのままダラダラやっても絶対絞れないから、まあ、肉をカットして絞りに行ったらすごい正解でした。腹斜とかも全然違うんだよね。なんか張って筋肉が出てたというより絞れて出てきた感じだね。こんなに3000取ってます。そうだね、うん、なんか極端に張らなくなった時はやっぱ達してたね、この時も。でこれが最終調整、もう本当コンテンツの4日前ぐらいからなんだけど、逆に筋肉を張らせていくのよ、ここからは、うん、あれぐらいギュッてなったら今度筋肉だけ張らしていくみたいな作業に入るんだけど、まあ、急に痩せる日があるんだよね。特にここ3月7日立ちくらみしました。あの本当減量何日間か忘れたけど減量中に初めて立ちくらみになりました、昼。だって前日3000食ってんだよ、うん、だから言ったら結構食ってんじゃん、ここも2600とかで3月5日までなんとかやってったんだけど、急にこの3月6日で立ちくらみです。でもうこれ4000食いました、しょうがないから。したら 90% まず張ってくれたんだよね。で次の日はもう食わなかったです、2300だよね。それはもう結構筋肉が張ってたからもう栄養いらないやってことで、この日はもう抜いたっていう感じで、これはもうねやばいですよ。 MCT より最大 100g ぐらい取ってたから。下さなかったですか？下さなかった。でもなんか肉は取ってなかった。だからここで 100% 張らせる作戦だったんで、その前に 100% いっちゃうと当日むくんだりする可能性もあったんで、まあ、体重がどうだろうな、ちょうどまあ78キロ後半ぐらいで着地したやらいいかなぐらいのノリでやってました。で、まあ、当日結局 79.7 キロで 100% 張らせることに成功したんですけど、この辺の微調整っていうのはもうその日その日の体調に合わせてやらないと失敗するんで、あの計画はできないですね、うん、計画はできないです。まあ、納得いく絞りになってからだね、なってからアップしていくことが大事です。で絞れすぎるとすげえ関節痛くなります。だからこう7日から9日までめっちゃ関節痛かった、めっちゃ絞れたけど。でこの2日前のコンディションがあるんでちょっと見てもらいたいんですけど、めちゃめちゃ絞れてます、めちゃめちゃ絞れてます。全然違うんだよね、この1週間とかで。ちょっと白黒になっちゃってるんだけど、だいぶ絞れたね最後、うん、で 78.4 キロだから結構アンダー体重だったかも、この時は、うん、一番軽かったもん今回の調整の中で。でこっからアップしてたわけよ、さらに。で当日 79.7 キロが1キロちょいぐらいアップして、パンパンの状態でまあ出たっていう感じですね、うん、でこれぐらい絞らないと栄養も入れる必要もないから、
ここまで絞れたら栄養を入れてもいいんじゃないのっていう自分の感想ですね。結構絞れてるでしょ。やばいです、うん、なんか本当なんだろうな、関節が痛い、とにかくこの状態っていうのは座れば脂肪がなくてですよね。そうだから座った時にケツが痛い、4日かかったら肩甲骨痛いみたいな状態ですね、うん、ただ相当絞れたね。このだから1日前に立ちくらみしてるから結構自分の中で自分のなんつうのやってきたことを考えると、まあこれぐらいは絞れてもおかしくないなっていう状態ですね。これはこれ以上絞れるって言われたらもっとトレーニングを積んでから減量しないときついです。こんな感じで、ここでちょっと比較があるんですよ。去年の9月までまだ減量してたんだけど、今年のさっきの映像見比べると、まあ、どれだけ違うかっていうことなんだけど、こうもう全然違うんだよね。例えばアブサイだけで見たら、まあ、ここで例えば見たとして、これ同じとこなんだけど全然違うの分かる。むしろ体重は1キロ以上左の方が重いわけよ。うん、だけど左の方が引き締まって見えるでしょ。ちっちゃくちっちゃく見えるでしょ。だから筋肉ってつけばつくほど引き締まってくるっていうのはこれ間違いないわけよ。一個一個のパーツがでかくなってんだけど引き締まって見えるんだよね。うん、だからまあ筋肉って肥大するのかって言われたら、俺あんまりそういう意見じゃなくて、引き締まっていくから舞台に立ったらでかく見えるけど近くで見たらあんまでかくないっていう感じなのかなっていう。こっちの方がなんか右の方が体重ありそうじゃない？うん、確かにそう、うん、軽いんだよね実際は、うん、まあこんな感じでバックポーズで比べても分かる、はい、キュッてなってるじゃんウエストがそういう違いが実際にはあるんだなっていうことで、まあ、自分自身もかなりこれで目指すべき位置っていうのが分かったって感じですね。あ、ごめん、これ去年の減量後の比較ね。これコンテスト出なかったんだけど、右時はもう明らかにちょっと甘すぎるし、これ以上絞っても75キロになっちゃうから、もうやめようと思ってこれやめちゃったんだけど、まあ、この時の反省があって今年があるんで、まあ良かったっちゃ良かったですね。まあ最終調整のことに関して言うと、2日前まで、コンテストの2日前からコンテストまでっていうのは、もうとにかくこまめに体重を測って、もう自分が着地したい体重を超えないように、あとは減らないようにすることが大事です。もちろん一回仕上げたからね、バリッといったなってとこからはもう絶対にそこを逃さないようにする。もう1日で立ちくらみするぐらいちょっと厳しくなる時もあるん で、 あとはコンテストの当日っていうのは今回の挑戦の中で一番良かったんですけど、それは結構枯渇した状態から体重をこう微増してたから良かったのかなっていう。これをバーンって一気に上げちゃうともうピークすぎちゃう可能性もあるんで、微増させていったのがすごい安全策だったなというふうに感じましたので、そういうところはちょっと皆さんも参考になると思います。で、あと食事に関して言うと良かった点はやっぱプロテインとクレアチンがすげえ良かったです。で、あとはオフに体重の割に脂肪がつかなかったのは多分トレーニング強度がかなり伸びたからだと思うんですよね。あと間食を入れたことで消化が楽になったってこと、あとは減量中に適切な PAC バランスがどれなのかというのは早い段階で気づいたということですね。さっき言った、肉はまあ600から800、米は2合、油は50から80っていう、この絶対に筋肉が張らなくならない、筋肉がちゃんと張って力が出せる最低限の PAC バランスと摂取カロリーを分かったということですね。まあ1ヶ月ぐらい経っちゃったら気づいたんだけど、全然取り戻せたから、これが良かったということです。あとはまあ、筋力が戻ってからはずっと維持することができたってことですね。と最後の調整まで冷静にコンディションを見ながら調整、まあ、食事を調整することができたっていうのがあります。例えば腹減っちゃったから食っちゃおうとか、だからそういうのはなかったです一切、うん、冷静に体重を見ながら食事を調整できたっていうのが良かったです。で、反省点としてはさっき言ったみたいにオフでも脂肪を取らなきゃいけないなちゃんとっていうのを感じました。あとは減量の切り替えで3000キロカロリーで様子見た期間、あれはもう絶対いらないです。あれも次はやりません。で、あとはその減量初期で脂肪20グラム減らしちゃった時期、
あの時に一時的に筋力と張りを失っちゃったんで、それはもう無駄だったと思います。だから次からそれはないようにしようかなっていうところですね。はい、で今回のレポートに関しての感想なんですけど、結局個々の経験値からそれぞれの最良の方法を見つけるのが一番いいです。まあ、僕の場合は今回こんな感じでしたっていうことなんですけど、まあ、そうじゃない場合もちろんあります。であとはね、そのオフを取ると、まあ、増量期っていうのはいろんなもん食うじゃん、はい、そうすると減量中に最適な PAC バランスっていうのが前回の減量の時でも変わってる場合が多いんですよね。だから前回と同じことするんじゃなくて、まあ、減量しながら早めにその時の減量の時に必要な PAC バランスを把握することが大事です。あとは数値管理は絶対に必要だと感じてるんで、まあ、夜の体重、朝の体重、摂取カロリーっていうのをこの3つの軸で攻めれば、まあ、例えばスランプに陥っても数値から改良できるんで、なんとなくよりはいいのかなっていう感じがします。あとはね、絞ろうと思うとどん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 カロリー削っちゃう人がいるんで、絞るんじゃなくて仕上げるつもりでいかないといけないです。だからオフからスタートしなきゃいけないですね。仕上げるためにまず筋肉を仕上げておく、まあ、脂肪が乗ってても筋肉を仕上げておく。そこからはもうさっき言ったみたいな PAC バランスの調整でしっかり出てくるんで、絞れるっていうか仕上げるつもりでオフから取り組むと成功率は上がると思います。あと食事っていうのは基本自己管理なんで、目的と手段が違うだけでね、全然結果的に自分が思ういいからになってればそれが正解なんで、みんながあんなバキバキになることがいいっていうわけじゃないです。人それぞれのいい体になっていればそれが正解なんで、僕の場合はもうかなり厳しく絞ることをいい体だと思い込んでるんで、あのようにやってますけど、皆さんには皆さんのいい体があるので、まあ、みんなあそこまでやる必要ないよってことですね。これで終わりになります。よかったです。無事にこれで俺も減量終わりました。このレポートしてからだね、これでやっと終わったって感じ。俺の中で完食っていうのは卵って、ね、そうだから普通だとさ、ご飯、主菜、主食みたいな、これが食事じゃん。これ5食取ると僕はもう絶対に腹パンパンになっちゃうわけよ。あえて主食を抜いてかぼちゃ、卵、プロテインみたいなことにすることによって消化が楽で、米って結局ただの炭水化物だからあんま栄養入ってないのよ。それで取るよりかぼちゃとかで取った方が栄養も取れるっていう、そんなイメージです。だからカロリー取るのって簡単なんだけど、重要なのは栄養素を取ることなんだよ。だから砂糖を取ります、オイル飲みます、プロテインパウダー取りますじゃないのよ。肉を取る、で例えば、雑穀米を取る、脂質もなんかクルミとかアボカドが取るっていうことが重要なんで、そういう意味で言うと完食した方がうまくいくよっていう僕の意見です、うん、アーモンドとかじゃなくてクルミの理由とかもある、ね、アーモンドは、ね、炭水化物が入ってるんだよね結構、はい、うん、だクルミって純粋な脂質だからほぼ、ね、ちょっと食物繊維入ってるけど、だから計算しやすいっていうのはあります。結局油取りたいのに油と糖質が一緒に入ってるもの取ったら倍取んなきゃいけないじゃん、うん、だったらもうクルミ取りますって感じですね。まあ、そこら辺はなんか栄養を取る前に調べた方がいいですね。ネットでクルミの栄養バランスみたいな、それとアーモンドと比べると全然違うから、うん、カシューナッツとアーモンドは同じぐらい、ピーナッツとなんだクルミはまあ似たような感じだと思います。なんかありますか、基本的に減量中だけど2人とも1人の強度が落ちたら、うん、ちょっとカロリー見直して調整、そう、それはね、あると思いますね。奥で培った筋力っていうのは間違ったフォームとか体重に頼りすぎてなかったらそう簡単に落ちないから、例えば毎回 5RM で組んでる人とかだったらすぐに落ちちゃうんだよ、体重結構かけてあげてるから。だけど俺の場合20レップぐらいを1レップ目は組んでるし、最低でも15レップ以上やってるから1レップ1レップに体重があんまり関わってないの。そうするともう落ちないです、普通に、うん、だ落ちた時はもう絶対にそれ栄養が足りない時か筋肉の状態が悪い時だから、そういう時はやっぱり何が足りないかなって考える。で自分の場合も油 20g しか取ってなかったから明らかにこれじゃん、だからタンパク質減らして油入れたら同じカロリーでも筋肉がブワーッと張ってきたっていう、だから3大栄養素だからこう全部必要なんで絶対。で自分の場合油抜いたら筋肉張らない、炭水化物抜いたら筋トレできない、タンパク質抜いたら新陳代謝落ちる、これが分かってるからオフは新陳代謝上げていきたいからタンパク質取ろう、減量入ったら筋肉が張らないと困る、筋力が要は落ちると困るからこっちを取ろうっていうことなんだよね。
それはもう人によって違うから、もう毎日確認しながらやるといいと思います。もちろんそれが正しいと思ってるのは俺だけだけどね。それぐらい細かく俺毎回やるから、うん、最初にガッて落とす、うん、カロリー計算みたいなのは、うん、これはねもう勘だね。だいたい俺の基礎代謝が2000ぐらいでしょ。でトレーニングとか毎日してて体重が落ちなさすぎない、筋力も落ちなさすぎないカロリーで、もうその時の経験で見てる感じ。もしかしたら次は変わるかもしれない、うん、今回はやっぱ見てったらそこだなっていう感じだったね。で3000以上にしたら当然脂肪がついてくるし、だからそこの間でやってれば、まあ、うまくいくよねっていう感じなんだけど、それをなんとなくやるんじゃなくて前半一気に枯渇させて、そこからちょっと上げてからキープしていった方が脂肪が早く落ちるよねっていう、まあ、自分の理論ですね、うん、やってみないと分かんないんだけど、俺の場合もう2007年ぐらいから減量したり増量したり繰り返しまくってるから、まあ今になってねうまくいってるのかもしれない、そこは、うん、当然うまくいかない時もあるから、未だに。でもそれはね食事っていうより筋トレだね。筋トレが良くなかった時はいくらダイエットしたって何も出てこないから、筋トレがうまくいってて減量入った時にやってうまくいくっていうパターンなんで、まあ、ダイエットだけじゃないんだよね、やっぱりね。ダイエットは多分俺が思うにボディービルの中で 20% ぐらいだね、うん、ダイエットって。だってできない、できること決まっちゃってるから。筋トレってもうできること無限大じゃん。だから体作りの 80% は筋トレで 20% ダイエットっていうのが俺の意見です。まあ、希望あるよね、そっちの方が。でダイエットなんてだってやれることないからさ、もう絶望じゃない。多分俺と広本君とか佐藤さんやってること同じだもん、大枠で見たら。やってるのが違うのは筋トレぐらいでしょ。だからまあそれとは別に、でもコンディションはこうやって作ったよっていう今日のレポートなんで、これこれでみんな多分ねためになる人もいると思うので、ぜひ。オフは全く取り食べてなくて、手羽元食ってたね。手羽元はなんかコラーゲン質のタンパク質だから煮こごりできるじゃん、はい、あれが自分はなんか大事で、胸肉で煮こごりできないでしょ、うん、あれはタンパク質のほとんどがコラーゲンでできてるわけよ。手羽元だと皮とか軟骨が入ってるから、そのコラーゲン質のタンパク質が俺はオフでは重要にしてる、うん、からアキレス腱とかも食うから、牛の豚のアキレス腱とかそういうのも食ってる、オフは、うん、コラーゲンっていうところですね。まあ、だから何が変わるかって言われたら分かんないけどね、うん、分かんないけど栄養は入ってるからっていうことで一応取ってます。一つ今減量中なんですけど、うん、ちょっと気持ちカロリー少なめになってて、うん、トレーニングがうまくできてると、うん、体重もそんなガッと落ちたりしないんですけど、うん、ちょっとカロリー少ないかなって思ってるから上げた方がいいですかね。それはやっぱりね、自分で判断してあげてもいいと思いますね。トレーニングしっかりできてるとそんな上げる必要はないかな、ないかな俺は、うん、結局最後上げることに取っといた方がいいと思う。今取っとくとその上げる余裕がないわけよ、うん、でしっかり絞ると上げる余裕があるから、その分脂肪がつかずに筋肉だけ 1,2 キロバッて上げられることができるわけ、うん、そうすると筋肉は張って皮膚が薄い状態で最終的に仕上がるんだけど、それが中途半端な状態からアップしちゃうと緩くなる可能性があるんだよ、体の仕上がりが。で今広本くんは減量中期とかだから筋肉が落ちる確率は低いわけよ、うん、減量要はまだ脂肪ついてるじゃんそこそこ、はい、だから今減らしておいた方が後々楽だと思う。なるほど、うん、で今緩くしちゃうと最後きつくしたらもう戻ってこれないからこっちに、うん、ある程度コンディション見てなんかビヤビヤビヤって血管とか筋とか出てきたなってぐらいからは調整していいと思うけど、それまではもう行き切っちゃった方がいいと思う、うん、上げていくっていうのは体の張りを見て炭水やるか脂質入れるか、そう俺の場合はね、うん、もちろんタンパク質で張る人もいるかもしれないけど、それなんか多分人間って消化酵素がいろいろあるわけよ、まあ、例えばそのでんぷんを溶かす消化酵素があったり、タンパク質を分解する消化酵素があったり、脂質を分解する消化酵素があるじゃん。それって多分その人によって得意不得意あるんだよね。で消化酵素が多いものを取った方が俺は絞れると思ってるわけ、しっかり代謝できるから。でもなんかこれ食うとお腹張るんだよなとかいうのは抜いてった方がいい。それはなぜかというとそもそも消化できてないからっていうので、
もう本当人によって違うですこれは。俺は多分タンパク質取ると結構疲れるのよ。だからいらないんだと思う、最低限取ってれば。だから減量中はよりいらないよね、っていう意見です自分は。でも2年ぐらい前まで1キロぐらいタンパク質取っても全然平気だったんだけどね。なんかもうダメだね今は疲れちゃって、まあ結果的に良くなればいいのよ、その時良くなればいいから。カロリーを、体重と体を見ながら上げる、上げるっていうのはちょっと抵抗があるというか、それはね、まず、自分がさっき言ったみたいに、なんとなくこうバリバリってなった時あったじゃない。あの時はあのコンテストがまだ1ヶ月前だったからキープしたのよ。あれがもし半月前だったらあの辺からもうガーって絞ってたと思う多分。だから今コンテストから逆算して自分がどこにいてどういうあのコンディションなのかで決めた方がいいと思う。例えば1ヶ月前でバリッバリに仕上がってるとするじゃん、そしたらもう嫌でも上げなきゃダメだよ、筋肉痩せるから。でも例えば1ヶ月前にそんなにあのコンディションが緩かったらどんどん攻めなきゃダメ、間に合わないから。もうどんどん攻めてもうここでバリバリになったらここからもうビビらず上げていいよ。でももうここまでバリバリにならなかったらもう貫通しちゃっていいわけよ別に、コンテストをずらしてもいいじゃん、っていう感じだから。多分コンディションがなかなかこうバリッとなんとなく出れるなみたいなコンディションあるじゃん、そこまでは急ぎ足でいいと思う。だって脂肪がついてるうちは筋肉分解されるあの確率は減るから、だからトレーニング強度さえ落ちなければね。もし落ちちゃったらしょうがないからそこは取った方がいいと思うけど、カロリーを上げるっていうよりは PUC バランスとかでなんとかできれば一番いいよね、本当は。だからタンパク質減らしてみて油入れてあげたら一気に俺みたいに筋力戻るかもしれないし、でもエネルギーはそんな上げてないじゃん、っていう風なやり方もできるし、カロリーを上げるっていうのは本当に絞れてからだね、絞ってこっからじゃあ上げていかないとやばいよねっていう時にそれが初めて必要になる。上げていくって少しずつ上げる、微量、微増だね。栄養はたくさん取っても体重が微増だったらそれでいいんだけど、取ったら取った分増えちゃってたらそれはもうちょっと、でも結局夜の体重見て増やすわけじゃん、外れないけどね、夜の体重が重かったら食わなくていいんだもん。でも2キロぐらい減ってたらやべえって言ってもうちなんか5、6個食ってさ、それ間違えることないよね、ちゃんと夜測ってれば。俺はだからもう夜の体重に全てを任せだから、いくら腹いっぱいであろうが何だろうがもう足りなかったら食うし、いくら腹ってようが体重が足りてたら食わないし、そこはもう俺は判断してないよ、体重計が判断してるだけっていう感じですね。餅を食うって食べやすいからとか、そうだね。あとはコンディションが崩れないっていうのはある、例えばそこで食物繊維の多いものを取ったりするとお腹張りすぎちゃって次の日のトレーニングに影響したりするわけよ。さっとさっとじゅわっと消化してくれた方が俺はいい、というわけでこれでやって自分すっきり減量終わることができました。これもあの次の自分に向けてのレポートでもあるんで、あんまり皆さんも、真剣に捉えすぎないようにしていただければと思います。今日はありがとうございました。